はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、私一つ言いたいことがあるんですよ。はい、それはこちら。はい、かくいう私も横浜市民です。出身は川崎市です。ということでね、ちょっとずつね、私の正体をね、今後暴いていこうかと思っております。はい、顔出しはちょっとできないですけど、いろいろ細かいところでね、仕事何やってんだとか、結構ね気になってる方がね、若干名はいらっしゃると思うんですよね。その辺ちょっと暴いていこうかと思います。はい、気を改めて皆さんこんにちは。今回はですけども、全く懲りずにジャンクノートパソコンを買ってきてしまいました。はい、今回買ってきたのがこちらですね。エイサーのアスパイア1ってやつ。まあ10年以上前に流行ったネットブックってやつですよ。はい、で例によってちょっとまたグレアパネルなんで、ちょっと画面は伏せ気味にしておきますけども、お値段税込み1100円でした。はい、まあ付属品なし、ハードディスクなし、あとは何がないのかはよくわからないまま買ったんですけども、一応まあいつものハードオフで行ったらあったんでね、まあ1100円だったらいいだろうってことで買ってきました。でまあ今ちょっとパソコンの方でスペック表を見てるんですけども、まあ、CPU の方が Atom の N450、1.66GHz ですね。 1.66GHz で1コア2スレッドみたいですね。インテルのサイトで見たらそんな感じでした。で液晶が 10.1 インチで、解像度が 1024×600 ってことで、なかなか厳しい解像度かなっていう感じではありますね。でまあメモリが DDR2 標準で 1GB が積まれてるそうです。でメモリスロット1個しかないみたいで、まあハードディスク入ってないですけど、もともとは5400回転のが入ってたみたいです。何ギガのが入ってたのかはちょっと分かんないですけど、まあ160とか320とかそれぐらいのが入ってたと思いますね。でもともと入ってた OS が Windows 7のスターター。私ねこれ使ったことないんですよ、7のスターターって。まあある存在はしてるんですけど、ちょっと自分今まで巡り合うことがなかった OS ですね。はい、そんな感じで、あと無線 LAN と、まあ有線 LAN もついてる感じですかね。あとここにカメラがついてるんで、まあスカイプとかでね、ウェブカメラでね、開発をするときとかは使えるんだと思います。あとは重量が 1.1 キロってことで、まあこう持った感じ、まあ軽いけど、まあ今もっと軽いノートパソコンあるんで、それに比べるとちょっと重いですかね。持ち運ぶにはちょっと疲れるかなっていう重さですね。うん、はい。というわけでそんな感じでこちらのパソコンを買ってきました。でまあだいたい今言ったスペックから分かる通り、まあ、Windows 7とか、まあ、Windows 10とか、まあ、8とかはちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですよ。でまあもともとこの Acer かがね、 Windows 7スターターをこのパソコンに入れてきたっていうのが、まあどういう戦略だったのかわかんないんですけど、まあ当時ね軽めの OS ってことで多分7のスターターが良かったんだと思うんですけど、まあ一応今回はまあ別の OS、 まあ一応ちょっとこれにね、7なり何なりのライセンスを買ってっていう気にはならないので、Linux 系のねまた OS を入れていきたいと思います。はい、で、裏面というかですね、まあ何が抜けてるのかということなんですけども、一応プロダクトキーはちょっとマスキングしておきますね。でちなみにネジが全部ないんですよ、こことかこことかもうね、アードオフの店員さんもね、ネジぐらいちょっと戻しておいてほしいなと思ったんですけど、はい、もうネジがない状態。まあ普通の筐体の部分のネジはついてますけど、ハードディスクとかのカバーのネジはついてない状態ですね。で買った時は何が、ここにラップがされてるじゃないですか、ハードオフとかのジャンク品って。でちょっとここ開けられなかったんで、まあこれここから開けるんですけど、まあメモリは入ってました。これ2ギガのやつが入ってますね。増設されてんのかな、
もともと1ギガってことで、よく見たら2ギガのが入ってました。でハードディスクの方なんですけど、まあ、こう開けてみれば分かるんですけど、ハードディスクはまあ入ってない。一応マウンターはついてます。ネジはちょっとついてない。で、あとちょっとめんどくさいのが、ここに無線 LAN のアンテナが来てるんですけど、無線 LAN のモジュールもないんですよね。無線 LAN のモジュールがここにねあるんですけど、あるんですけどっていうかないんですよ、ないんですよ。ちょっと無線 LAN のモジュールはね取らないでほしかったなっていう感じなんですけど、まあそこは、今うちにねたくさんあるノートパソコンからちょっと使えそうなの拾ってきて、つけていこうかなと思います。でハードディスクの方はとりあえず、まあ、テスト用の SSD があるんで、あここにありますね、今私が使ってるこうテスト用の SSD、 クルーシャルのやつですね、 128GB のやつ、これを入れていこうと思います。はい。でねちょっと無線 LAN のモジュールがないのはちょっとびっくりしたんですけど、まあ多分他のやつでもね使えると思うんで、それを入れていきたいと思います。はい。あのね、まあ、余談ですけど、レノボのパソコンとかって今はどうかわからないですけど、昔レノボ規格の無線 LAN のモジュールじゃないと動かなかったりしたんですよね。うん。でもこれはエイサーだから多分大丈夫だと思うんですけど、昔レノボのパソコンとか、まあ私シンクパッドとかですね、シンクパッドとかは、レノボの認証通ってるね無線 LAN のモジュールしかね使えなかったりしたんですよ昔ね。今はどうかちょっと詳しくはわからないんですけど、ちょっとシンクパッドとか離れちゃってるんで、まあ多分大丈夫だと思います。はい。というわけで今回は何の OS を入れていくかっていうことなんですけど、まあ、いつもの私のね、ピンク USB ですよ。こちらに OS を入れました。で、今回入れたのは WindOS っていうやつですね。非常に軽い、Linux の OS を入れていこうと思います。まあ、この程度といいますか、こういったようなパソコンにはよっぽど軽い OS を入れないと使い物にならないと思うんですよ。なので、ちょっとそちらの方を入れて、まあ、どこまで使えるか試していきたいと思います。まあネットブックっていうぐらいなんで、まあ、ネットサーフィンができればいいかなっていう感じですね。まあ、よく言えば YouTube が、まあ、720p ぐらいでは見れたらいいなとは思うんですけど、まあ、その辺もねグラフィックの実力もそこまでないと思うんで、まあやってみてになりますけども、今回はこちらの WindOS を入れていきたいと思います。Windows じゃないですよ。WindOS ですからね。はい。ではやっていきたいと思います。はい。ですね、ワイヤレス LAN のモジュールを別のノートパソコンから取ってきました。こちらがね、まあちょっとちっちゃくて見えないと思うんですけど、インテル製のものですね。インテルセントリのワイヤレス N2230 って書いてあります。一応多分それが型番だと思います。まあ、似たような世代のパソコンから取ってきたんで、まあ、動くんであれば多分これで動くと思います。でこれが、欠品してるワイヤレス LAN のここに、まあ、はまるはず、はまりますね。はまってでちょうど分解した時に、ね、ネジもいっぱい余ったんで、そちらを使っていきたいと思います。多分大丈夫だと思う、まあ、動くんであれば動くと思います。もうバイオスで弾かれる場合もありますけどね、先ほど言ったようにレノボみたいにね。でこれでアンテナの線をつないでいけば OK だと思います。はい、つながりましたね。これで OK なはずですね。でハードディスクの方はこのモニターにカチッとはまりましたんで、でこちらの方に、ガシャコンと入れるだけかな。でメモリの方も入ってますんで、これで OK、 多分起動確認はできると思います。ではね蓋をこう閉めて、あとはちょっと BIOS 起動確認をしていきたいと思います。はい、では全て元に戻したんで、電源を入れてみたいと思います。でアダプターの方はもちろんついてなかったんで、でこちらの本体が 19V2.15A
ってことだったんで、家にある、まあ、似たような19V 規格のアダプターを挿してみます。あ、充電のランプは一応つきましたね。あとは電源を押しますけど、電源どこ押すのこれね。これ、これだな、ここですね。ここに電源があるんで押していきたいと思います。よっ、これで動けば、まあとりあえずは成功かなと思うんですけど、画面が出てきませんね。どういったことでしょう。ちょっと画面がつかないな。メモリかワイヤレスが悪いのか、ちょっと一旦検討します。はい、ですね、起動するようになりました。原因はこの元からついてたメモリが壊れてたのか IC が悪いのかわからないですけど、メモリを、変えたら動くようになりました。で、テスト用の SSD から起動したら Windows 10が入ってたんですよ。で、まあ、そのまま起動したんで、まあ、ちょっと様子を見るだけのためにちょっと Windows 10で起動してみました。まあ、このままだとね、ライセンスがないんで、これは使っちゃいけないんでね、まあ消しますけど、一応ね、ワイヤレスの方も問題なく、デバイスマネージャーの方で、認識してます。で、やっぱり動作なんですけど、 Windows 10だと非常に遅いというか重いですね。はい、なのでちょっとこれでは使い物にならないかな。やっぱり Windows 10でもね、まあ比較的軽い方だとは思うんですけど、 Windows 10も、これではね、ちょっと使えるレベルにはないので、またね、先ほど言った WindOS の方を、まあこれを一回 Windows を消してね、そちらの方をインストールしていきたいと思います。はい、ということで Windows のところまで、起動までできました。ただですね、ちょっと今やってみて、まあいろいろ試行錯誤はしたんですが、ちょっと調子がいまいち、相性が合わないのか、こう Google とかで検索したり したいんですけど、ちょっとね、落ちるんですね。ブラウザが落ちたりとか、ちょっとプログラムがうまく動かないです。うまく動かないんで、ちょっとね、この OS は相性が合わないということで、ちょっとまあ自分の知識不足だと思います、多分ね。ターミナルとかでいろいろいじってみたんですけど、まあソフトウェアもアップデートしてやってみたけど、ちょっといまいち安定しませんので、いつも通りね、ちょっとゾリン OS のライトの32ビット版かなに戻してみたいと思います。この OS は非常に軽くていいんですが、ちょっと動作が安定しません。このパソコンに限ってのことかもしれないし、この OS 自体なのかもしれないですけど、ちょっと安定しないんで、まあいつも私の使ってる安定してるね、ゾリンにちょっとね変えてみたいと思います。はい、というわけであれからだいぶ時が経ちまして、結局ですね、ゾリン OS の 12.4 バージョン 12.4 ですね、それも不安定でダメでした。ブラウザが落ちたり、まあ挙動がおかしい、どうもね、このパソコン Linux に相性が悪いのかちょっとわからないんですけど、ちょっとね、挙動がおかしくてちょっと使い物にならなかったです。で、結局ですね、バージョンを下げようってことで、ゾリンの OS の 6.5 かな、 6.5 まで今下げました。そしたらようやく安定というか普通に動くように、なりましたね。はい、で、まあターミナルとかも、さっきまではターミナル開いてもターミナルが落ちるというね、謎の状況に陥ってたんですけど、今回はとりあえず今んとこ動いてますね。ターミナルとかもちゃんと動くと思います。
ちょっとキーボードが見にくいんで、はい、ちゃんと動きますね。ターミナルも動く。ターミナル動かないともう何もできなくなっちゃうんで、あれなんですけど、まあ CPU ね、インテルアトムで、何メガバイトだの、ああだのこうだのとか書いてあります。一応ターミナルはちゃんと動くようになりました。で、まあ問題のブラウザなんですけど、今ね、YouTube 見てみたんですよ。で、これ私の動画のやつなんですけど、一応 360p でしたら、ギリギリ見れる。はい。ギリギリ見れます。でね、480まで上げるともうカクつく。なので、今現代、まあ、360で我慢するんだったらあれですけど、まあ、今ね、まあ、このパソコンが出た当時、YouTube が 60fps になるなんていうことは、まあ、想像にもなかったのか、それともまあ未来のビジョンとしてあったのかわからないですけど、とりあえずそのスペックには全くついてっていないです。はい。だからね、YouTube 見るのも、まあ、見れなくはないけど、相当苦しいですね。で、まあ、普通にブラウジングとかするのも、あれなんですけど、いけるかな、Yahoo とかも。さっきからね、もうエラーが出まくって、Yahoo にすらたどり着く。プロトコルエラーですね。やっぱ Yahoo にもたどり着けないな。Google だったら多分いけるんですけど、Google は多分いけると思う。まあ検索はいけますね。で、まあ適当にニュースでも何でもいいですけど、ジャニーズ事務所のニュースができます。ニュースってそのニュースじゃないよ。時事ネタのニュースだよ。ジャニーズのニュースが出てきちゃいましたね。はい、そんな感じです。はい、で、まあ、ネットブックというにもかかわらず、ブラウジングが非常にもたつく。ということで、ちょっとやっぱりね、まあ、人間慣れなんでしょうね。ただ、まあ、Core i7 とかね、Ryzen 7とかね、そういう使ってる人には、ちょっとこの、ネットブックはね、どうも、ダメですね。ダメというか、まあ、しょうがないんですけど。まあ、1100円でここまで、ね、悩まされればいいのかなっていう感じですけど、Yahoo が見れないとなるとね、何を言いますかね。やっぱニュース、Google ニュース見てみましょうかね。ただこの Google ニュースを見るのも、こんぐらい時間かかるんですよ。ちょっとね、読み込むのも非常に遅い。まあメモリが2ギガしかないからっていうのも、まあゾリン OS の 6.5 って相当軽いはずなんですよね。相当軽い OS なはずなのに、こんだけ遅いとなると、ちょっとやっぱり使い物にならないかなというところですね。まあブラウザ、YouTube プラスブラウジングは諦めるとして、まあ、ワードとかですかね。ワードとかは使えるのかな。まあ、アプローチとかは使えますよね。まあ、ちょっと頑張って、Excel というか、まあ、Linux なんで、何でしたっけ。Excel の代わりのやつとかは使えると思うんですけど、リブレか。ごめんなさい。リブレですね。リブレとかは使えると思うんですけど、難しい。結論から言うと、使えない。